はい、こんにちは、すみきちと申します。本当にすごい自己中な動画になるんですけど、レコードが増えてきましたので、レコードのターンを増やすという動画でございます。ここですね、この辺りですね。とりあえずですね、ここにもう2つ分、12インチを増やして、で、7インチをもう1つこう増やすっていう感じですかね。だいぶこう、きつすぎて、ここにもありますので、これとかこのきつい部分をちょっとこう、動かせばいいかなと思っているので、今から一人で頑張ります。で、今からですね、この12インチのこれと7インチのこれですね、組み立てていきます。今回僕が買ったのはブラック、何やこれ、 Amazon で買いました。こんなやつです。まあ、せっかくなんで時間を取っておきますね。6時45分からスタートです。だいたいこんなもんはですね、説明書見るまでもないですね。簡単にできております。すごくシンプルで、まあ誰でもですね、女性でも子供でも。誰でも作れますね、これは簡単に。ネジの頭が見えないように塞ぐやつがあるんですけど、これぐちゃぐちゃになってしまいましたね。まあいいや。猫棚がアップデートしていくのはなんかこうコレクターの方ならわかると思いますけども、やっぱ楽しいですよね。マイメモリーが増えていくみたいな。これは本当に多分レコードを収集してる人にしかわからない楽しさじゃないかなと思いますね。本当ね、正直大変ですよ。仕事しながら YouTube 撮影して動画編集して、だいたい一つの動画アップするのにだいたい15時間ぐらいかかるんですよ。僕だいたい1週間に1本ぐらい上げてるんですけど、普通に仕事しながら15時間っつったらね、まあ、家帰ってきて、まあ、1時間か2時間平日だとやって、まあ日曜日の休みとかに一気にやるような感じなんですけど、本当に YouTube 初めて思ったのがめちゃくちゃしんどいです。かろうじてこう好きなことだからなんかなんとかできてるみたいなとこあるんですけど、好きなことじゃないと続かないなって思いましたね。で、最近ちょっと広告収入もつけれるようになったんですけど、音が入ってないやつとかはですね。なんですけど、まあ本当にビビたるもので、時給に換算したら本当にまあ今の段階はですけど、30円とかぐらいなんですよ。まあ、凝った動画とかになるともう20時間ぐらいかかるんで、もし、誰かのこれからですね、YouTube を始める方がいらっしゃるとすれば、絶対好きなことでやった方がいいですね。もうお金とかじゃなくて。それは僕もトップ YouTuber の方とかがそういうこと言ってたのはもちろん知ってて、ほんまかと思ってたんですけど、いや、本当だなと思いましたね。っていう、すいません。独り言です。できました。12インチのカラーボックスが完成しました。続きまして、7インチいきます。自分のコレクションがこう増えていくっていうのはやっぱり楽しいですよね。これまあもう一回同じこと言いますけど、一号一個同じこと言いますけど、本当にこれは嬉しいですね。で、またこうレコーダー増やして、最初ちょっとこうスカスカな状態だったりするじゃないですか。で、またそれを増やして埋めていくのがちょっと楽しみ。どうせ買いますからね。今早送りしないで聞いてくださった方ありがとうございます。おっさんの独り言でございます。ということで7インチできました。こんな感じです。ただこれですね、レコードを動かす前にちょっとこうブロックでこう高さを決めてるわけですね。で、ここの高さもこう全然合ってないんで、もうせっかく4つこう綺麗に並べるのであれば、横にこう並べて高さも合わせようかなと思ってるんで、ちょっとこのブロックを全部あれしたいんですけど、その前にもう重すぎてこれ箱ごと移動できないんで、一回全てを下ろさないといけないわけですよ。頑張ります。なるべくこの順番はあんまりこう変えたくないので、そのまま塊でこうやっていくことにします。まあ7インチのやつだとこう中身が入ってても持ち上がるんですけど、まあ12インチだととても無理ですね。これはくそ、仕事終わってからこれはきついですよ。本当にこれも順番よくこう綺麗にいきます。猫が喜ぶんですよね、本当に。
たまに思うんですけど、皆さんも集めてる方は多いと思いますけど、死んだらどうすんだろうとか思いますね。僕死んだら、明日急に交通事故とかで死んだらこれどうすんねんっていう話ですよね。あれはオリジナルだから高く売ってくれとかちょっとあるじゃないですか。まあこれは再発だからいいやとか、コレクターあるあるなのかもしれないですけどね。死んだらどうなるんだろうとか、仮に死んだとしても高く買い取ってくれるとか安く買い取ってくれるとかそういう話じゃなくて、なんかこうちゃんと大切にしてくれる人に買ってもらいたいですよね。前なんかの本かなんかで見たんですけど、レコードコレクターの方がこれは一時的に預かってるだけだみたいな。自分が死んでも火事とかなければ基本的に残るじゃないですか、レコードって。僕が死んだとしてもおそらく全然レコードっていうのね、もう何十年、下手したらもう全然大事に扱えば100年は軽く持つんじゃないかなっていうぐらい耐久性もありますし、死んでも多分残ると思うんですよね。その場合どうすんのかなって考えませんか？なんかちょっといい方法があったらコメントしてください。僕自分の部屋でするのは絶対嫌なんですけど、こういうなんて言うんだろうな、殺伐としたレコヤってすごい好きなんですよ。綺麗に並べてるレコヤももちろんこういいんですけど、棚見やすくて文字通り掘るというか、そういうレコード屋に行っていつか動画上げたいですね。デジタル世代とかから見たら、なんでこんな苦労してまで音楽聴くのって感じですよね。家族になんか文句言われながらもレコードを集めてる人に見てもらいたいですね、この動画。ぜひ共感してもらいたい。これがいいんだよって。これも含めてアナログですよね、本当に。この重量とか重さとか、アナログ集めて、なんかあんまり家族に理解されてない方とかいらっしゃいましたら、ぜひその愚痴をコメント欄にお書きいただけたら非常に助かります。すべてにおいて変身しますので。はい、ぶっちゃけ非効率は非効率ですよね。このミニマリストと言われている、断捨離の世代と言われているこの時代に、こんだけレコード集めてどうすんだみたいなのは。まあ僕の家はすっごくど田舎なもので、土地がね、すごく安いんで、全然レコードなんか増えても、まあ無駄に家が広いからいいんですけど、都会でコレクターをやってる方ってすごく大変だと思いますよね、こういうの。東京都内とかでやってたらやっぱ、あまりにも数が増えすぎると、1万枚とか例えば行ったりしたら、もうね、一つの部屋ほとんど埋まっちゃうじゃないですか。そういう方とか見てると、すごいやっぱお金持ちとかじゃないと、無理だろうなと思いますね。維持をしていくだけでも、すごい時間かかりますしね。聞いた話では、まあもちろんプロでやってらっしゃる方が多いんでしょうけど、なんか倉庫みたいなのも借りたりとかして、都会とかだったんですね。だってそれもね、月々いくらとかかかるわけじゃないですか。置いてるだけで。大変だなと思いますよね。それに比べて僕はまだ田舎なもんだよ。まあ、この家もほんと格安で手に入れましたね。そこは良かったなと思いますね。あれ？なんか大きさ違うこれ。嘘？うわ、ショックだな。これ同じやつかと思ってたけど、久々に買ったから、あれですね、別なブランドみたいなやつを買ってましたね。とりあえずですね、この高さが合ってないと上に7インチを乗せることもできませんので、あっちの、これですね。ここのやつ。もうなんか、ここもどうせ合ってないからもう、これの中途半端なやつを1個変えて、またそっちはそっちで考えます。余計な仕事が増えました。今の時点で1時間経過ですかね。でも統一してほしいですよね、本当に。日本レコード協会とかで棚の大きさは何センチ何ミリみたいな決めてほしいぐらいですね。これで合うはずです。よっしゃ。YouTube でこのレコード棚を増設するだけの動画なんてないんじゃないですか、ひょっとして。力仕事をするときにビールを飲んだら失敗でしたね。体を動かしてアルコールを抜きたいと思います。これを見つけましたので、モヤドラゴンですね。まあちょっとかけたいですけど、著作権の問題でかけられないですけど、まあ大体音は想像できると思います。これ聞きながら頑張ってやりたいと思います。まあね、こう片付けとかするときは皆さんレコード聞きながらやる人多いと思います。
ラップでアタック。マライアキャリーネタです。これぐらいこう指が2本ぐらい入るぐらいちょっと遊びがあった方がいいんですよね。取りやすくて。終わりました。これでだいぶすっきりしましたね。ここがだいぶ余裕を持って買うことができると思います。これからですね。もうこんな時間になってしまいました。続きはもうちょっとやることがありますので明日に回します。でですね、ここの部分にですね、前はターンテーブルもう一つ置いてたんですけど、もう引退してもらうことになりまして、ちょっと向こうの部屋にリビングがあるんですけど、そっちの方で LP とかをゆっくり聞くよみたいな感じで、定年退職してもらいましたね。もう結構もう彼は20年ぐらい働いてもらったので、あとはもうゆっくりたまに働くみたいな感じで、向こうに持っていきました。こっちはもう現役ですね。現役のターンテが2台。ある感じです。という感じでここにですね、今から機材を置きたいと思います。サンプラーセットです。MPC-1。まだ開封してないんですよね、これ。これをここに置こうと思います。もうちょっと緊張しますね。サンプラー買うの初めてなんですけどね。これがちょっと楽しみです。セットで買いましたのでね、単体で買うのとセットで買うの1万円ぐらいしか変わんねえなということで、いろいろなセットがついてるんですけど、移動もできるというバッグですね。こういったプラグとかですね、あと 16GB の USB メモリー、これはなんかまあ端子でしょうね。あとヘッドホンまでついてます。ミディキーボードっていうんですかね、専属のキーボードまでついてますね。ということでしてね、僕ももうすぐ40になるんですけど、まあ、ちょっと今まで曲作りしたいなって思っておきながら、なんかなかなかできなくてですね、まあ、いろんな言い訳したりとか、まあ、後回しにしたりして、年齢もある程度経ってきましたので、まあ、最近ちょっとこう、やっぱり仕事とかしながらストレスが溜まってくると、残りの人生は、本当に期間が短くなればなるほど思ってたんですけど、自分のために使おうかなって思うようになってきて、だんだん。それだったらやっぱ音楽かなと思って、とりあえずサンプラーを結構勢いで買いましたね。まあ、YouTube のネタ、まあ、それが背中を押してくれたっていうのもあるんですけど、どっぷり音の世界に現実逃避をしようかなと思うぐらい、これからは音楽をちょっと本格的に勉強したいなって思っている今日この頃です。まだ今全くわからないですけど、まあちょっと他にもいろいろ機材揃えたりとか勉強したりとかしながら、ちょっとずつ、すごい時間かかると思いますけどね、まあそういうのもやっていきながら、なんか面白いことができればいいかなと思っておりますので、このチャンネルを今後ともよろしくお願いします。それでは皆さん、ファイナル